はい、本舗の赤です。皆さんにお知らせです。大阪南港にあるインテックス大阪で第5回関西物流展が開催されます。期間中4月12日に本舗の赤と宮田が特別セミナーに出席します。来場にはですね、事前登録が必要です。それとは別に特別セミナーも事前登録が必要です。お時間あれば皆さん登録して見に来てくださいね。本舗の赤でした。はい、お疲れ様です。本舗の赤です。今日は東和カーゴ名古屋港支店に来ています。はい、今日はね、名古屋港支店、もう皆さん、勢ぞろいしています。はい、今日はね、何が始まるかと言いますと、じゃあ、行ってみたいと思います。社長の CX5 をトラックに積もうと思ってリフトで持ち上げたんですが、無理でした。あんま届かないわ。届かんな。ねえ。あんま止めつかったのに。じゃあ、みんなここに集まってるんでね。何やってるんですか。はい、お疲れ様です。トンポナカです。東和カーゴ名古屋港支店の庄司支店長です。庄司です、よろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、庄司支店長、今日は何やりましょう。今日は何やりましょう。今日何しましょう。そうですね、そうですね、ちょっとほんだら、名古屋港支店のドライバー募集しましょうか。はい、ドライバー募集でよろしくお願いします。いきなり早いですね。でも名古屋港支店ドライバーさん、はいはい、来はったんですよね、新しく。そうです、ね、新人さんが。新人さん、ちょっと、出演できますかね。はい。実はね、東和カーゴ名古屋港支店に、新人ドライバーさんが入社されました。ちょっと遠目ですけど、山田さんでーす。山田さん、恥ずかしがって、後ろ、山田さん、恥ずかしがってます。山田さん、なんで東和カーゴに来はったんですか。来た理由、何やったんですか。やっぱりちょっと大手のグループ会社に来るということは、気持ち的にやっぱりこう安定しているとか、はい、そういうようなことですよね。そういう感じで、あ、選ばれましたね。よかったですね。かったです。もうもちろん多分山田さんも僕の動画見て来てくれたと思う。あ、違うみたいですね。見ました。でも見てくれた。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、ということで、もうどんどんドライバーさん、まあ来てもらえるということ。そうです、ね。それでもまだ、はい。まだまだ名古屋港支店どんどんドライバーさん、はい、トラックも増やしてやっていきたいなっていうことですよね。そうです。はい、ということで名古屋港支店もう大型から4トン、はい、あ、もう募集されてますか。そうですか、はい、名古屋港支店、東和カーゴ名古屋港支店って、はい、どんな会社なんですか。どういうこうイメージなんですか。イメージですか。はい、会社営業所支店の支店のイメージですか。はい、イメージですね。はい、どんな感じですか。まあ、どっちかというと、はい、大きい組織ではあるけども、はい、こうアットホームな感じでですね、よく言いますよね。はい、まあ、楽しく仕事しましょうっていうイメージ で。あ、はい、お前ですか。やっぱそうですよね。ちょっとアットホームでしょう。ドライバーさん、まあ、募集で来てくれた方にはどのトラックに乗れるんですか。はい、1135。あ、1135、あれ乗れるんですね。はい、あれですか。いすゞのギガですね。じゃあちょっとほんなら庄司支店長、はい、見に行きましょう。はい、はい、じゃあこちらのいすゞのギガに乗っていただきたい、はい、ということですね。はい、はい、大型トラックは今後まだどんどん増えていくんですか。そうですね、増やしていきます。そうですか。ほんならもうどんどんね、はい、ドライバーさん募集してね、トラックもどんどん入ってきて、はい、ね、これから活気づいていきます。これから活気づいていく支店です。はい、ということでこのいすゞのギガなんですが、あ、これはあれですね、東和カーゴにしてはフルキャブなんですね。そうですね、珍しいですね、フルキャブ。庄司支店長、このいすゞのギガでどんな感じの仕事をされるんですか。はい、例えばですね、はい、あんなドラムをちょっと積んでみたり。え、バラでですか。これ、まあ、リフトでほとんどが、はい、フォークのガッチャで積み込んでもらったりとか、はい、あのリフトこう爪ガチャンガチャンってやるやつで、はい、ほな、おろし先でも同じくガチャでガチャンガチャンで、はい、あ、そうですか。ほんならそんなにこう体に負担のない仕事ですね。そうですね、はい、まあ、中にはちょっと転がす場合もあると。ほんならやっぱりドラムちょっと経験者でないと無理ですか。いや、でも大体は来てすぐ来て練習していただいて。あ、そうなんですか、はい、大丈夫ですか。どちらかというと、はい、もうバラするよりかは、はい、あれの方が楽だなっていうなれれば。あ、バラの荷物よりもドラムの方が、まあ、まあ楽っちゃ楽ですよね、はい、ドラムやったら最高何本積むんですか。50、60、
62本ぐらい、マックスマックス。そうですか、はい、でもあのドラム缶って何キロぐらい入ってるんですか。だいたい200キロ、180キロが多いです。200キロですか、え、絶対無理じゃないんですか。いえいえ、ちょっともうコツをつかめば大丈夫です。そうですか、はい、そうですか、まあ、まあ200キロ。まあ、まるっと担ぐわけじゃないんで。そうですね、ちょっと起こして、ほんで転がるね。そうです。起きてしまえば転がりますもんね。はい、ほんで起こすまでの練習はもう徹底的に。そうですね。ここで教えてもらって。はい。できます。ですね。はい。ということで、ああいうドラムを、まあ、まあ、基本は、まあ、ガチャンガチャンでやるけど、中にはちょっとそういうところも、はい。ただ、たまには手でちょっと転がしてねっていうところもあるということで。はい。ということで、このイスズギガに、乗っていただけるドライバーさん、ドラム缶触る仕事が、まあ、メインですか。あとはもうパレットもの、はい、あ、パレットものですね。はい。ということは、そんなにめちゃくちゃしんどそうな仕事じゃないですね。そうです。東亜カーゴにしては。しては。ね、はい、東亜カーゴってなんかバラのイメージがありますんで、特に門間とか。はい。はい。ね。ちょっとまた違います。違いますね。はい。と、はい、いうことで、このイスズのギガに乗っていただけるドライバーさん、大募集中です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。OK です。はい。はい。庄司支店長。はい。もう、名古屋港支店、リフトがいっぱい並んでますけど。はい。はい。こんなにリフトいるんですか。ですね。はい、やっぱ貿易品とかが多いんで、はい、結構荷物が多種多様にあるんで、はい、まあ、倉庫内ではちょっとコンパクトに収めるためにリーチ使ってみたり、リーチ使って、はい、まあ、重量物も結構多いんで、はい、やっぱカウンターとか中には4トン半とか、はい、あ、これはめっちゃ大きいリフトですね、はいはい、これ4トン半、これ結構大きい、ここの倉庫では一番最大級のパワフルなリフトあります、はい、ということはここあれですか、倉庫やから、まあ、はい、倉庫ちょっとお探しのお客様とかいてたら、ね、はい、見に来てほしいですね、はい、一応バンステージもちょっと収納してるんで、バンステージ、これはあれですね、リフトが開口に入っていくやつですね、はい、はい、こういうのもあります。やっぱこういうなんてあれですか、なかなかないんですか。いや、まあ、こういう倉庫業で、はい、公安であればほとんどがあると思うんですけど、あ、大体はあるけど、はい、はい、そうですか、はい、こういうのもあります。ということで、倉庫お探しのお客様、はい、ニンニン様も倉庫もぜひ使ってください。よろしくお願いします。今どれぐらい空いてるんですか。今ですか、はい、今だいたい200坪程度です、ね、200坪程度、はい、空いてるということで、はい、はい、保管料などは、まあ、お問い合わせください、はい、ですよね。そうですね、はい、お問い合わせください。よろしくお願いします。お疲れ様です。チラッと入って大丈夫ですか、森さん。大丈夫です。大丈夫ですか。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。気をつけて。はい、ということでね、三重から、来てくれました富士車両整備の森さんでした。お疲れ様です。グラングラン。はい、 OK です。はい、名古屋工事園では自動販売機もあります。この辺に洗車道具もあります。あとね、洗濯機などもあります。ここにブルーシートと一輪車も置いてます。はい、それではね、今から名古屋工事園のホームページの撮影会が始まります。はい、はい、す、下田さんもうちょっとこっち、はい、はいはい、着きます。はい、これいいですね、これいいですね。あ、はい、竹内課長、写真撮ってください。はい、いい感じです。はい、はい、いい感じですね。写真には写ってませんでしたが、岡村社長です。あ、また出てきた。岡村社長ですね。はい、岡村社長、この後は九州行くんですか。今日もう大阪帰る。あ、帰るだけですか。今日帰る。はい、帰るだけです。がこちらです。はい、日野のプロヒアです。お、かからんかもしれんかったですか。はい、こんな感じです。うわ、このトラックすごいじゃないですか。ナビもついてるじゃないですか。かかりました ね。はい、エンジンかかりました。はい、ほな今日はこのトラックを、奈良まで乗って帰って、ほぼなんか仕事終了となります。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。はい、バイバイ。バイバイ。こっち行ったな。